どうも、陣内智則です。今回のネタはプロポーズです。これはね、男の憧れですね。こんなんさらっとできたらかっこええなっていうのをネタにしようかなと思って、まあよくあるじゃないですか、花火で告白するとかね、電光掲示板で告白するとか。でやっぱビルを使うっていうのが一番ね、僕の中で憧れ、ビルの明かりで何かを伝えるっていうのはやってみたいけど、まあ絶対できないからネタにしてみようかなということで、これぜひね、今プロポーズしようと思ってる方ぜひ参考にしてください。まあうちのハラセンはやりますから、ハラセンが作りますからね、もしやってくれたらね、そういうのを。本当にこれただ単にちょっと男の憧れをやってみたっていう、でもうまくできないっていうプロポーズなんで、皆さんぜひご覧ください。どうぞ。ここ座りますんで見えますか。はい、僕ここ座ります。はい、今日は彼女の誕生日なんで、彼女の誕生日に最高のプロポーズしたいんで、はい、お願いします。はい、一生の思い出になると思います。じゃあもうすぐ彼女来ると思いますんで、またきっかけ通りやっていいですか。よろしくお願いします。このレストランから見る夜景は綺麗だろ。でも君の誕生日を祝うには少し寂しいような気がするね。今日の僕は魔法使いさ。君のために魔法をかけよう。えい。君が生まれてきたことを心からお祝いするよ。アイコ、ハッピーバースデー。完璧です。完璧です。はい、絶対彼女は、はい、喜んでます。泣いてます。はい、この感じでいっていいですか。はい、またきっかけ通りお願いします。いきます、続きいきます。アイコ、君のためにバースデーケーキを用意したんだ。一緒に食べよう。あのろうそくの炎は僕たちの不安と悲しみなんだ。今から二人で吹き消そう。せーの。逆です。逆です。すいません、不安と悲しみだけ残りました。勘弁してもらっていいですか。ろうそくだけ消してください。不安と悲しみ残ったんで。その感じで、こっからですよ。こっからお願いしますよ。こっから僕のきっかけ通りに、結婚しようの文字を、はい、お願いします。結婚しようです。はい、行きます。アイコ、今日は大事な話があるんだ。絶対に僕が君を幸せにする。だから僕と順番おかしいです。すいません、結果的には結婚しようになってましたけど、順番的にはうんこしようってなってましたけど、もう結婚しようっていきなりやってもっていいですかね。なんか今うんこしようみたいになってたから、もう結婚しようって来てもっていいですか。うんこしようはちょっと勘弁してください。で、こっからです。こっからハートマークをバーン出して、ピッピッピッみたいなのいきますよ。いきますよ、アイコ。これが僕の気持ちさ。逆や。もうハート、なんかお尻なんか出とるがな。なんか出とるやないか。うんこ、結局うんこしようなっとるやないか。誰がうんこすんねん。ハート逆ですよ。ハート、そう、それで僕の気持ちさ、ピッピッピッみたいな感じで。縁起悪いよ、ボケ。縁起悪いよ、お前。何考えとんねん。ピッピはハートマークをバーン出して、ハートマークを、鳩のマークや、それ。どういう意味やねん、鳩のマークやねんか。うんこしとるやないか。結局うんこしようなっとるやないか。消せ、そこ消せよ、お前。何か分かりません、言うてる意味。結婚しようなとハートマークが出て、ピッ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 みたいな、僕の気持ちです、ピッピッピッみたいな、ハート意味分かりませんってないやん。なんでこんなんすんなりできんねん。ほんでお前、それややってほしいの。それやってほしいねん。分かっとるやないか、お前。消して、早くお願いしますよ。もうね、それお願いしますよ。ハートマーク出して、もうピッピッピッいらないです。ハートマークだけでいいです。で、こっからです。こっから僕指輪渡しますんで、そのきっかけに愛してるの文字お願いします。いきますよ、きっかけ通り。アイコ、婚約指輪があるんだ。そう言いまして、僕が指輪出します。そしてアイコに見せます。僕が指輪を出して、アイコの薬指に入れます。そして彼女が喜んでるそこで、はい、ドーン。アインしてるか、ボケ。誰がアインしてるや、ボケ。アイン、ちょ待って、アイン、誰がアインしとんねん。アインしてるでしょ。もう一回いきますよ。
指輪薬指に入れました。はい、これでドーン。何これ、何見えるかこんなもん。あの一部屋ですんのやめてください。うちの彼女のケニア人じゃないんでそんな目によくないんですよ。あの全体的に愛してる、もう一回いきますよ、きっかけ通り愛してるですよ、お願いしますよ。はい、行こう。僕は君のことを愛してるよ。お前が言うな。お前めんどくさなったんか。お前言うやったら俺言うわ。出せよビルで愛してるって。ちょええ加減してくださいよ。僕あの100万出してる、このビルに思い出かけて100万出してるんですよ。なんで怒っとんねん。何やお前。あの愛してる出してください。もう一回愛してるお願いします。愛してるよ。そうです、それでいいです。じゃあもう一回返しますよ、最初からいきますよ。はい、魔法をかけようドン。はい、そしてはい、ハッピーバースデーなって、ケーキなって、結婚しようなって、ハート出て、最後愛してる。はい、完璧です。それでお願いしますよ。はい、もうすぐあの彼女来るんで、はいはい、あの最高のプロポーズして思い出になると思います。よろしくお願いします。よし、あ、彼女来ましたんで、はい、聞き通りお願いします。あ、あやこちゃんこっち。陣内くん、お待たせ。あ、どうぞ。ねえ、話って何？あの、今日は大事な話が。このレストランから見る夜景は綺麗だね。でも君の誕生日を祝うには少し寂しいような気がするね。今日の僕は魔法使いさ。君のために魔法をかけよう。えい！あのビルの明かりは僕の心を映し出してくれるんだ。君が生まれてきたことを心からお祝いするよ。アイコ。ハッピーパー。おっちゃん、おっちゃん、ちょっと待って。おっちゃん、今窓浮かんといて。今おっちゃん窓浮かんといて。ちょっとごめん、このハッピーパー、ちょっと見んといて。おっちゃん。あの今俺結婚ロウソクやねん。あのおっちゃん窓浮かんといて。おっちゃん、あの結婚しようってうんこしようなとれないか。うんこしようなとれないか。ちょっと見といて。あの鳩のマーク、鳩のマークは最悪やー。